放送席、放送席、そしてジャイアンツファンの皆さん、今日は投打のヒーローをご紹介しましょう。まずは打のヒーロー、初回逆転のスリーランホームラン、これぞ4番岡本和真選手です。ナイスバッティングでした。岡本さん、まず初回2点を先制されて、嫌な流れの中ランナーを置いて回ってきました。あの打席振り返ってください。もうなんとか打ってランナーを返そうと思ってたんで、打ててよかったです。まさに嫌な流れ、4番の一振りでその流れを大きく変えました。ありがとうございます。そして岡本さん、今シーズン22本目のホームラン、初のライトへのホームランでした。これはまたホームランエリアが広がっていい兆しと見ていいんでしょうか。持ち味でもあるので、どんどん打てればいいなと思います。そして同い年、船場様投手がプロ初勝利を挙げましたが、気迫のピッチングだったと思いますが、守っていていかがでしょうか。いつも、気迫あふれるいいピッチングをしてくれてるんで、僕らもしっかり守ろうと思ってやってますし、本当にいつもありがとうございます。そして岡本さん、今日は坂本さん、丸さん、ブリンソン選手も帰ってきました。キャプテンとしても頼もしい、また先輩が帰ってきてくれましたね。そうですね、本当に皆さんも待ちわびてたと思うんで、ここから3人頑張ってくれると思います。さあ、そして勝負の夏、厳しい戦いがこれから続いていくと思います。明日もゲームがあります。キャプテンから一言お願いします。明日も頑張ります。ありがとうございました。見事な逆転スリーラン、岡本選手でした。